おはようございます。ラム川崎です、はい、さあ音楽が、ね、もうハロウィンですね、なってますよね、うん、まあ、先週末ね、うん、ハロウィン川ハロがありまして、はい、とんでもないことになってましたね。本当にものすごい人でしたね。素晴らしい熱気でしたね。そして楽しかったな。もう皆さんの仮装のクオリティが高いこと、ね、田中さん初めてでしたからね。そう、びっくりしました。すごいでしょ川ハロ。ちょっとね、想像をはるかに超えた仮装が、うん、見られましたね。いや、構想何年かかってんのっていうところもあるしね。そう面白いんだよね、本当にね、うん、で僕らも仮装をしましてね。そう、はい、こんな感じで熱いっさ。田中さんがね、何でしたっけ。私はあの赤ずきんちゃんを着ましたの狼に噛まれたバージョンとかね。そう私が ね食べたみたいに見えるんですけどね、まあ食べられちゃったバージョンで。狼を食べたっていう可能性もあるか。あ、ね、強くなっちゃって。なるほどね、そう、あつみさんがあられちゃんね、うん、この可愛かったね。可愛いですよね、はい、でこれはもうどっからどう見てもコロスケさんでしょう。キテレツ大百科コロスケさんですよ。ほらアップにされると余計にコロスケさんが出てますよね。アップにされると余計にシュールですよ本当、うん、でも可愛いかなと思ってやったんですが、なかなかのね、でも子供はね、うん、今回は泣きませんでした。うん、厚石さんのお子さんが泣いてました。大号泣でした。一人だけ泣いておりました。そう、やだーっつって。キサちゃんどう、この私たちの仮装を見て。なかなかでしょ、はい、なんか田中さんと石原さんの仮装、うん、とっても素敵だなって思ったんですけど、うん、いや、コロスケってスタイルいいと気持ち悪いんだなって思いましたね。足が長いからね、本当に。いやでもね、ま、本当にコロスケさんに謝らないといけないなと承知していたしました。そう、クオリティ上げてくださいね。そうですね。さあ、この後、はい、レギュラー放送の後に、うん、川原の特別番組を放送しますので、はい、今日は45分間たっぷりとお楽しみください。はい、よろしくお願いします、はい、ということで今週も参りましょう。ラブ川崎スタートです。さあ今週もたっぷりと楽しい川崎お届けしましょう。はい、今日のプレゼンターはこちらの方です。はい、プレゼンターの北ゆりなです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで早速今回のテーマはこちら、川崎の街が一つに川崎ハロウィン2019。はい、まさに一つになってましたよね。そう、だから公表された、うん、川ハロに来られた人数12万人よハロウィンパレード。12万人、すごいよね。だ僕らも27日に参加させていただいて、うんうん、あの沿道で見てる方々の数もすごかったもんね。すごかった、ものすごい、うん、もう写真バシャバシャ撮る人、ムービー回す人、いっぱい人いた、ね、それプラスあの、うん、メインパレード参加する方々もいらっしゃいましたからね、すごかったですよね、うん、で、キトちゃんはメインパレードの前日に取材したということですか。はい、そうです。今回特集するのは、うん、メインパレードの前日、川崎ハロウィンを盛り上げるために様々な催しが行われていたんです、うん、その模様をお伝えします、うん、はい、お願いします。初めての川崎ハロウィンどうでした、うん、いや、なんか街全体がああやって盛り上がるのっていいですね。なんかもういるだけでワクワクしますね、うん、仮装もしたってことじゃ、うん、はい、しましたよ。もうそれも楽しみにしていってください。楽しみにしてていいんですねはい、わかりましたまずは川崎の街で見かけたハロウィンをお伝えします。今年で23回を迎えた川崎ハロウィン、メインパレードの前日も川崎駅周辺はハロウィン一色でした。そうなの。そんな雰囲気に押されて私も出た、そっちだったか。お札貼っちゃうぞ。キョンシーに変身。貼っちゃうぞ、離れる方だから。キョンシーが私お化けの中で一番可愛いお化けだと思ってるんですよ。キョンシーってこうやって飛ぶじゃないですか。もう飛ぶ姿も可愛いし、でお札貼られると止まっちゃうんですよね。可愛くないですかお札が弱点で、お札をもう貼られた瞬間可愛くないですか結構好きだということで、本日はキョンシー姿で川崎を散策。まず最初にご紹介するハロウィンなスポットはこちら。来ました。なんかタイヤとかオレンジですごいハロウィンの装飾がされてて、とっても可愛いバスがやってきました。そう、こちらが川崎市バスなんですが、ハロウィンのラッピングがされているんです。バスの内装はこちら、うん、
おー、世界観がすごい。もともとポールとかもオレンジだからハロウィンに合わせやすいのかな。バスの内装がハロウィンのスープになっていて、とっても可愛いです。すごいね。パンプキンが多くて、この背もたれとか、もう窓ガラスにもパンプキンのシールがいっぱい貼ってあって、バスの上もレンガの絵になっていて、しかもなんか小学生の子が描いた絵とかも飾ってあって、なんかとってもワクワクするような内装になっています。なんか夢詰まってるね。このラッピング車両は地元の小学生や幼稚園生との協力で生まれたものなんだそう。川崎ハロウィンに対するみんなの温かさを感じます。そして少し場所を移動して、続いての場所はなんか中を見ると美容師の方が仮装をしてお仕事をしてらっしゃいます。ちょっとお話を伺いに行ってみたいと思います。なぜ美容師さんが仮装をしていらっしゃるんですか？はい、そうですね、結構川崎のハロウィンは毎年盛り上がっているので、まあ、それに合わせてやってるっていうのもそうなんですけど、まあ、美容師が仮装することによってそのキャラクターに合った髪型だったりとかっていうのも結構再現ができやすいので、はい、美容師が仮装をしています。なるほど。じゃあ今年のテーマ、はい、仮装のテーマを教えてください。じゃあ今年は、みんなでキャラクターというふうにテーマをやらせてもらってて、まあ、みんなで決めてテーマに決めました。ピーターパンです。そうです、そうです。すごい似合ってます。ありがとうございます。常連さんにお話を聞いてみると、この美容師さんが仮装していると思うんですが、どう思いますか？そうですね、楽しくていいと思います。はい、そうですよね、なんか楽しい気分になりますよね。そうですね、あの方は何仮装かなとかって、うん、先ほども聞いてたりとかして、はい、少し街を歩いただけでたくさんのハロウィンが見つかりました。うん、いやもう本当地元川崎にハロウィンが根付いてるってことだよね。そうですよね、美容院行ったらキャラクターばっかりたくさんいたったら、そうそうそう、すごく楽しいですよね。いや怖いよね。でもね、なんかハロウィン仕様でカットなんか全然違う風にされるとはないね。それはないです。綺麗にされてましたもんね。うん、よかったです。うん、ちなみになんですけど、はい、私のキョンシー姿どうでした？いや元気すぎだって。キョンシーはもっと青ざめてないと顔。まあでもね、可愛かった。本当ですか？血が通ってるから顔に。やっぱ二十歳なんで許してくださいよ。元気でいさせてください。なんで怒られたんだろう。はい、続いてはファミリー向けのイベントが川崎駅前の銀龍街で行われてきたので、その模様を見てきました。さあ川崎銀龍街にやってきました。何やらここでは黒いカーペットが敷かれていて、ミラーボールがあったり、スタッフさんがいたり、何が始まるんでしょうか。とっても楽しみです。この黒いカーペットの全長は50メートル。多くのお客さんでにぎわっています。町の協力もあるから。そして逆側の列を見てみると、仮装した大人や子どもたちがたくさん。色ですね。実はこちら川ハロランウェイと名付けられたファミリー向けの新企画で、自慢の仮装をウォーキングしながら披露するイベントなんです。7番、青木のじりファミリー、すごい恐竜に乗ってます。すごいですよね。どうぞ。どうなってるんでしょうね。時間帯ごとに5つのブロックに分かれて、合計211組1020名もの方が参加し、思い思いの仮装を披露しました。あー、かわいいね。お揃いでね、こうやって赤ちゃんもね、一緒に。あれ、かわいい、かわいい。ピーターパン、ジモリー、三匹の子豚です。忍者、忍者一家。今日はどこからいらしたんですか？川崎から来ました。このラーメンに参加してみてどうでしたか？楽しかったですよ。毎年参加してるんですけど、今年はなんか写真も撮ってくれて、で、まあ、一人一人紹介もしてくれたので楽しく参加できたと思います。楽しかった。楽しかった。可愛いですね。被り物もよく似合ってる。似合ってるって。やったと言ってます。やったと言ってます。可愛いです。踊ってみて。あ、踊れるんですか？おえ、すごいすごい。ノリノリで上手じゃないか。こんな感じでなんかノリノリでした。はい、参加してみてどうでしたか？楽しかったね。楽しかった。はい、なんでこの衣装に決めたんですか？子供たちがキキの格好をやりたいって言ったので、で
ちょっと私が何やろうかなと思って、でちょっとみんなで相談したら、まあ、宮崎駿をやってみようっていうことになって。かわいいね、よく似合ってます。これは何のグループなんですか？はい、この子たちが幼稚園でみんな年長さんで、かなり仲が良くしてます。忍者好きなんですか？忍者好きなの。来年も参加、はい、多分来年も参加します。じゃあもう来年も楽しみですね。もう入ってるのね、頭の中にね。川ハロランウェイでとってもいい思い出ができたようです。そしてまた少し場所を移動して、移動に時間がかかる。さあ場所を移動してキッズハロウィンパークにやってきました。なんか出店がいっぱい出ていて、お祭りみたいにとても賑わっています。すごいすごい。こちらはラ・チッタデッラ内にあるフットサルコートで行われたキッズハロウィンパーク。さまざまな出店でキッズたちが遊んでいました。ペインティングとか ね、 うん、楽しいですね。せっかくなので私も射的に挑戦。射的もあんの、うん、D 賞狙います。 D 賞なの？ A 狙おうぜ。 D なんだ。あの安定志向。なるほどなるほど、確実な方向ね。外したけど頭がいいね。大丈夫？もう一発。ありがとうございます。大丈夫？おいおい、いいでしょ、取ってきたね、確実に。何がもらえる？これいいですか？もらいました。ハロウィンのなんかボール、ちっちゃいボールを当てました。いや多分私射的にセンスあると思います。うん、ということでした。射的、いや射的の腕はね、A 賞狙えるぐらいの、そうね、腕にしようね。いやまあ安定志向なので安定志向なのね。確実に取りたかったんです。だいぶね、控えめでしたね。なるほどね、まあ取れてよかったです、うんうん、まあしかしすごいね。あの家族でパレードとかっていいじゃない、うん、そう、大人から子供までね、うん、みんなで参加してきっとね、いい思い出になるし、あとまた家で作ってる時もさ、うん、あーでもないこうでもないってみんなで話し合って作っていくわけですよ、そういうのもなんか見えてくるからやっぱいいよね。そうですよね、たくさん写真撮ってね、うん、そうそうそう、思い出作って、ね、うん、いいよね。そう、楽しいですよね。また来年がちょっと楽しみになります。いや本当もう多分構想し始めてるし、そう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 、私たちも楽しみましょうね。はい、はい、北さんありがとうございました。ありがとうございました。さあ続いてはプレゼントです、はい、今回はラブ川崎の特製絆創膏を5名の方にプレゼントします、はい、こちらでございます、非売品です、はい、ご希望の方は11月16日土曜日までにご覧の宛先までお応募ください、はい、番組ホームページからメールでも受け付けています。たくさんのご応募お待ちしております。お待ちしています。さあそしてラブ川崎では皆様からのご意見やご感想、そして僕たちへのメッセージもお待ちしております。はがきもしくは番組ホームページのメールフォームからお送りください、はい、そしてあなたしか知らないような川崎のレア情報あったらぜひお送りください。こんなとこ行ってみてって言われて行きますので、うん、はい、ぜひお送りください。行っちゃいます、はい、お願いします。お待ちしております。はい、ということで本日は川崎ハロウィン2019についてお伝えしましたが、はい、この後も番組が続きます、うん、はい、この後はですね、そうなんです、川崎ハロウィンで行った公開収録、はい、そしてメインパレードの模様を、はい、ラブ川崎ザスペシャルと題してお送りします、はい、私たちの仮装はもちろんなんですけれども、はい、あといろんな、ね、厚見さんがねパレードの中に実際に入って潜入してリポートします。そういうとこ僕ら見てないので楽しみなんですよ。そう、はい、このね盛り上がりをテレビを通しになっちゃいますが、はい、ぜひお楽しみください、はい、ということで引き続きラブ川崎ご覧ください。お楽しみください。バイバイ。